男子日本代表チーム、レバノンとの親善試合。2010年7月25日、墨田区総合体育館。バスケットボール男子日本代表は、日本バスケットボール協会によって編成され、国際大会に派遣される男子バスケットボールのナショナルチーム。日本代表チームとしての初の国際大会出場は、1917年に東京で開催された第3回極東選手権。 競技大会である。この時の日本代表は、京都 IMCA による単一チームであった。1936年、バスケットボールがオリンピック正式種目となったベルリン大会で、オリンピックに初出場。トーナメント方式の大会で1回戦で、中国2回戦で、ポーランドに勝利して3回戦まで進出した。戦後になってからも百五十六年の、 メルボルン大会に出場して以降1968年メキシコシティ大会を除き毎回出場バスケットボール世界選手権にも1963年大会で初出場続く1967年大会にも連続出場するなど世界大会の常連であったアジア選手権でも1965年大会と1971年大会に 優勝するなどアジアの上位であったが、その後は国際大会に復帰した中国の台頭などもあり、1976年のモントリオールオリンピック出場を最後に世界規模の大会への出場から遠ざかっていった。1995年の福岡ユニバーシアードで準優勝すると、長谷川誠らその時のメンバー6人を要して1997年、 アジア選手権で7大会ぶりの準優勝を達成し、1998年に31年ぶりに世界選手権出場を果たす。一時リーグは3連敗を喫したが、順位決定戦でセネガルに勝利した。世界選手権出場を果たしたことで、福岡で開催された1999年、アジア選手権では2000年シドニーオリンピックの出場権獲得が期待されたが、 二次リーグ敗退で獲得はならなかった。2003年にヨーロッパの名称ジェリコ・パブリーセビッチをヘッドコーチに招聘自国開催の2006年世界選手権に向けて若手を抜擢し、毎年夏に1ヶ月の欧州遠征を行った。初年はボスニアのジュニアチームに敗北していたが、強化が進むと、東アジア競技大会とアジア選手権東、アジア予選では、 長年勝てなかった中国に二度勝利した。史上初の一時ラウンド突破を目標に掲げた2006年世界選手権では、初戦のドイツ戦は70-81と前戦、パナマ戦では一時ラウンドとしては1963年大会以来の勝利を挙げた。前回大会4位のニュージーランド戦でに対しては、前半を18点のリードで折り返したが後半に大逆転を許して2勝目を逃し、 通算1勝4敗で敗退した。なお、代表選手選考では、パブリセビッチは、就任2年目から、世界選手権を見据えて、セレクションを行い、ジェリコ・チルドレンとも呼ばれる若手の抜擢を行ったが、選手選考を主導したい、日本バスケ協会との対立が生じ、世界選手権直前の協会委員会会議に、パブリセビッチが呼ばれず、協会が無断で、 日本代表を発表するという事態が発生している。結果、発表された選手のうち8名が辞退した。世界選手権後、協会はベスト8入りできなかったこと等を理由に、パブリセビッチとの契約を更新せず、公認には JBL の ICC ホースで実績を残した鈴木高見一がヘッドコーチに就任した。しかし、協会は、 世界選手権開催の赤字の責任と処理をめぐって、表議委員会が幾度も流解となるなど混乱しており、2007年、アジア選手権大会は、自国開催でありながら、チーム強化もおぼつかなく2次リーグで3連敗を喫して8位に終わり、この大会での2008年北京オリンピック、進出ばかりか同大会の世界最終予選進出も、逃した。翌2008年も、 日本オリンピック委員会から資格停止処分を受けるなど、協会の内奮が続いており、男子 A 代表は新体制も決まらず、活動はなかった。2009年2月、デイビッド A ホップスがヘッドコーチに決定し、4月から指揮を取ったが7月に契約解除。強化部長の倉石大らがヘッドコーチに就任して指揮を取ったが2009年アジア選手権は、 直前のヘッドコーチ交代劇の影響もあり、二次リーグでイランと台湾に大敗して敗退が決定。世界選手権出場どころか前回より、さらに下回る歴代最低の10位に沈み、倉石は辞任。12月の東アジア大会は、日立ヘッドコーチの小野秀次がこの大会限定で指揮を取った。2010年は史上初めてヘッドコーチを公募にかけ、 リンクとチギブレックスを JBL 初優勝に導いたトーマス・ウィスマンコーチが就任した。2010年フィバアジアスタンコビッチカップにて決勝戦で地元レバノンに敗れはしたが準優勝となりコースタートを切った。同年の甲州アジア大会は予選リーグを1位で突破すると準々決勝で北朝鮮を破り4大会ぶりにベスト4入りを達成した。 準決勝と3位決定戦はそれぞれ、韓国とイランに敗れ順位は4位。翌2011年9月に開催されたアジア、選手権兼ロンドンオリンピックアジア予選では、ベスト4を目標に掲げ、一時二次リーグを突破したが、準々決勝で韓国に敗れ、ロンドンオリンピック世界最終予選の出場権獲得を逃し7位に終わった。それから、 半年も経った2012年3月になって、日本協会は、ウィスマン HC を解任し、鈴木隆一が愛心と兼任で、自身二度目となる HC に就任した。9月に、東京で開催された2012年フィバアジアカップで、準優勝。翌2013年は2014年、ワールドカップ出場権の獲得を目指したが、2013年、アジア選手権の二次ラウンドで、 フィリピン、台湾、ヨルダンを相手に3連敗を喫して、決勝トーナメントに進めずに9位になり、ワールドカップ出場権を逃した。その後、10月の協会理事会で、鈴木 HC は成績不振の責任を取って辞任した。2014年4月、全青山学院大学 HC の長谷川武氏が、ヘッドコーチに就任した。 7月に行われた2014年フィバアジアカップでは、準々決勝で台湾に敗れて、順位決定戦に回り、6位に終わった。9月に開幕した2川アジア大会では、準々決勝リーグで中国に競り勝ち、グループ内2位で目標としていた2大会連続ベスト、4、入りを達成。準決勝では開催国韓国に敗れたが、3位決定戦でカザフスタンを破り、 アジア大会では1994年、広島大会以来後大会ぶりに、銅メダルを獲得した。2014年11月に、ジャバがガがアバナンス不足により、フィバより資格停止処分を受けすべてのカテゴリーの日本代表が、国際試合に出場ができなくなったため、一時は、リオデジャネイロオリンピックのアジア予選を兼ねた、アジア選手権への出場が危ぶまれたが、その後フィバより送り込まれた。 改革組織、ジャパン2024タスコーホスによる改革で2015年8月に、制裁は解除され、9月23日開幕のアジア選手権に出場。一時、リーグ初戦のイラン戦では大敗したがその後、持ち直して一時二次リーグを突破。決勝トーナメント初戦のカタール戦を81の67で勝利し、旧大会18年ぶりのベスト4入りを達成した。 準決勝3位決定戦は敗れてメダル獲得はならなかったが世界最終予選の出場権を獲得した。2016年7月日本代表に取り2006年世界選手権以来のフィバ主催大会となるリオゴリム世界最終予選にジョージ・ワシントン大留学中の渡辺優太郎を加えて出場したがラトビアに48の88。 チェコに71の87で敗れ予選ラウンドで敗退した。長谷川 HC は同年のウィリアム・ジョーンズカップとフィバー・ジアチャレンジでも指揮を取った後11月30日付で退任した。長谷川氏の後任の新 HC が就任するまで11月1日にテクニカルアドバイザーに就任したルカパビチェビッチが暫定的に指揮を取り2017年6月の東 アジア選手権で3位となった。2017年4月、元アルゼンチン代表 HC のフリオラマスが7月1日付で、新 HC に就任することが決定した。就任直後に行われた FIBA アジアカップは9位。同年11月、フィリピン、オーストラリア、台湾と同組となった2019年 FIBA バ,バスケットボールワールドカップアジア1次予選が開幕。日本は、 初戦から4連敗を喫して敗退の危機にさらされたが、ゴンサが大留学中の八村瑠と2018年4月に帰化した B リーグ MVP 受賞のニック・ファジーカスが加入した2018年6月の一時予選最終シリーズではフィバランク10位のオーストラリア戦と台湾戦に連勝して2勝4敗のグループ3位で一時予選を突破した。 W 杯予選とは別に若手選手中心で挑んだ2018年8月に行われたアジア競技大会において出場した選手4名に規律違反があったとして代表認定が取り消された2018年9月開幕の W 杯二次予選開幕シリーズではファジーカスが怪我で欠場したがメンフィスグリーズリーズとニュエー A 契約を結んだ渡辺優太が加わり八村とのコンビが 存在感を見せ、カザフスタンとイランに減少し、通算4勝4敗となる。アメリカがシーズンに入った11月以降は八村と渡辺は代表を離脱したが、第5シリーズも連勝し、6勝4敗。最終第6シリーズもアウェーでイランとカタールに勝利し、4連敗の後の8連勝で、通算8勝4敗とし、W 杯出場が決定した。 W 杯出場は2006年大会以来、自国開催を除く自力での予選突破は1998年大会以来である。2019年3月、W 杯の抽選が行われ、フィバランク48位の日本は、1位のアメリカ、17位のトルコ、24位のチェコと同じ組となった。7月、W 杯に向けた日本代表候補が発表され、 W 杯予選突破の原動力となった八村、渡辺、ファジーカスの3人が初めて揃い踏みした。前シーズンの B リーグ MVP の戸樫優希が代表練習中の故障で離脱したが、ジャバ技術委員長の東野里美はこのチームをジャパンドリームチームとして発表した。8月、日本で開催した強化試合で、いずれも W 杯に出場するニュージーランド、アルゼンチン、 ドイツ、チュニジアと対戦し、ランク38位のニュージーランドとランク22位のドイツに勝利して2勝を挙げた。9月の W 杯本大会ではトルコに67の86、チェコに76の89、アメリカに45の98で3連敗を喫し、E 組再開で順位決定戦に回った。順位決定戦では八村が膝の不安と、 大学シーズンから続く試合による疲労を考慮して、チーム離脱。PG の篠山竜青も骨折で欠場した、ニュージーランド戦とモンテネグロ戦に連敗し、大会を未勝利で終えた。2020年は、マレーシア、中国、台湾と同組となったフィバーアジアカップ2021の予選が開幕したが、2月に日本が台湾との初戦に勝利した後、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により延期が決定した。また、開催国枠で出場予定だった東京オリンピックも1年の延期が決定した。2021年延期されていたフィバアジアカップ2021予選が2月に東京で集中開催される予定だったが、日本国内でコロナ感染症が再拡大し、 東京都に緊急事態宣言が発令されたことを受け、フィバーアジアは開催地をカタールのドーハに変更した。予選は2月17日から23日にかけて行われる予定であったが、前日のコロナ感染症の懸念から台湾、マレーシアが辞退。さらに、開催地カタールにおける感染拡大の影響により、カタール政府からの中止指示を受けて、国際バスケットボール連盟が、 大会の中止を決定した。予選は6月にフィリピンで集中開催され台湾に勝利したものの中国に連敗して通算2勝2敗のグループ2位で予選通過となった。東京オリンピックの組み合わせは2021年2月に決定しフィバランク42位の日本は2位のスペイン、4位のアルゼンチン、16位のスロベニアと同組となった。6月21日 東京オリンピック日本代表候補18名が発表された後、海外組を除く15名で挑んだ強化試合のタイラン3連戦を経て7月5日に出場内定選手12名が発表された。チームのキャプテンは渡辺裕太と田中大輝の2名が務める。帰化選手枠はギャビン・エドワーズが選出された。また、日本選手団の騎手を八村塁が務める予定。 内定選手発表後に渡辺武志が合流し、沖縄でハンガリー、ベルギー、フィンランドとの強化試合3試合、八村と馬場雄大が合流して、全メンバーが揃った後、埼玉でベルギー、フランスとの強化試合2試合を行う。日本バスケットボール協会は日本代表チームの愛称を2011年4月から5月にかけて一般公募した。 その中から男女共通の愛称として、はやぶさジャパンを選定し、2011年7月に発表し、それを2015年まで使用していたが、2016年から赤月5に変更されることになった。2010年大会までの大会名は、世界選手権9大会名は、フィバアジア選手権。オリンピック、またはワールドカップのアジア予選を兼ねている。 2019年2月24日に実施された f i バ a ワールドカップアジア地区2次予選対カタール戦の代表選手をまとめる。なお、所属先は2019年2月23日時点での所属チームを明記する。U-24 日本代表 U-19 日本代表 U-17 日本代表ユニバーシアード f i バ a u 1 9 世界選手権フィバアジア U-18 選手権上位に入ると翌年の U-19 世界選手権の出場権を獲得。フィバ U-17 世界選手権フィバアジア U-16 選手権上位に入ると翌年の U-17 世界選手権の出場権を獲得。ありがとうございます。